こんにちは。今回はこちら3色とこちらキラキラのを混ぜてアクアンでいこうと思います。まあ昔よくやってたんですよね、こちらの糸で。こちらもたくさん持ってるので引き揃えて編んでいこうと思います。こちらがインディアザカレースで、インド綿 100%、 100g 約 560m 入ってるんですね。で、カラーナンバーが28番です。こういうの、こちらがカラーナンバー13番ですね。まあ、今はねちょっと色が変わってるのかもしれないですけど、まあ、1年2年前ぐらいに買ってるもので、これがカラーナンバー15番ですね。まあある色ない色があるのかもしれないですけど、この3色を引き揃えて、まあこちらも引き揃えてバック編んでいきます。でそれぞれちょっと残ってるものがあるのでこちらから使っていきます。糸を取り出していきます。ちょっとねこれ紹介するの忘れてて、ダイソーで購入しているレースヤングリッターホワイトですね、20番、約 20g 80m 入っています。綿 97%、 ポリエステル 3% で、レース針が0号から6号ですね。こういうのを使っていきます。でこれは外から取り出していきます。で取り出して4本を1本のようにして編んでいきます。ちょっとねこの白がすごい目立つかもしれないんですけど、ちょっとこれでちょっとの間編んでいって、で変だったら変えますこれで進めていきます。で今回8号で編んでいきます。こういう風にして、まあ、合うと思うんですよね。いろんな色を組み合わせてきた感じでいくと 1,2,3 っていう感じで、好みの長さ、あの鎖編みで決めていきます。編んでいきます、はい、こんな感じで今回は40目の鎖編みで決めていこうと思います。で立ち上がりを1つして裏返しにして、立ち上がりではない次のところ、40目目の裏山細編みを通って、ここから進めていきます。これが1つ目ということでマーカーつけていってもいいですね。でこうやって通って細編みで、いつものように長方形の増やし方で広げていこうと思います。で長方形の広げ方は別で取っているので、よかったら見てみてください。それで何段編みましたという感じをお伝えしていきます。はい、こんな感じで底を広げてきました。で今回は 1,2,3 段往復編みで広げてきました。でこれでどれぐらいかサイズを測って進めていきます。だいたい横幅が28センチで、マッチがだいたい4センチぐらいになっています。何か参考にしてみてください。で表を見て引き抜くので、輪を大きく出して引き抜いて、立ち上がりを1つして、一番最後の細編みの頭裏から通って細編みで、ここから増し目なしで何段か編んでいこうと思います。で1つ目っていうことにマーカーをつけて、こういう風に1つに対して1つずつ、この四隅でずっと広げてきたんですけど、1つずつ取っていきますね。これでまた往復編みで何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで側面編んできてました。で今回 1,2,3,4,5 段編んできてます。で裏を見て引き抜くので、一番最後細編みしたので、手前から向こうに針を入れて引き抜きで、立ち上がりを 1,2 まあ本当は3なんですけど、2つで進めていこうと思います。糸をかけて一番最後の細編みの頭を裏から刺して、ここから長編み1つで始めます。で長編みのところから数えて、長編みを3個連続で編んでいきます。糸をかけて次の目も4つにしようか、4つ、3あら3で糸をかけて4つ目長編み、1つに対して1つずつ編んできました。4つ長編みしたら鎖編みを3個したら、1,2,3 個飛ばして4個目のところに糸をかけて、長編みを糸をかけて次の目に2、糸をかけて3、4、4つ長編みをしたら鎖編みを 1,2,3 して、で3個鎖編みしたので3個開けて、3個4個目糸をかけて4個目に長編みを
4個隣にスーッと入れていきます。1、2、3、4で4個したら鎖編みを3個したら3個開けるっていう感じで、で4個目のところに糸をかけて長編み1つ入れたら連続で4個1つずつ編んでいきます。2個目3個目4個目4個入れたらまた鎖編み3っていう感じで、ぐーっと同じこの繰り返しを最後まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じでぐるっと1周同じように4個長編みして鎖編み3個してきました。で4個長編みしたので最後は鎖編み3個で終わります。で最初の長編みの頭、ここに、まあ、手前から向こうに針を刺して引き抜こうと思います。まあ、糸が目立ちにくいかなと思うので、これで1段目完成です。でこの4段の長編みをちょっとずらそうと思って、ずらしたら可愛いかなと思うので、あと鎖編みを2つで目立たないように立ち上がって糸をかけて、ここは編むんだなって思うので、あ、そうですね、ここもね、その鎖編みで取るところ、まあ、どこ取ろうっていうのに考えて、っていうのもこう取ろうか裏山を避けて取ろうかっていうところでも、ここの取り方をちょっと変えようと思ってるんですけど、まあ、合わせた方が可愛いと思うので、まあ、この頭取りましょうかね。根元の長編みの頭に長編みをして、まだここ一つ目っていうことでマーカーをつけて進めていきます。で一つずらす感じで進めていこうと思います。糸をかけて長編みの頭に長編みで、糸をかけてここも長編みなので長編みをして、でずらすので、ここは鎖編み1、2、3ってまた3は変わらないので3したらこうずれるので、ここの上ではなくて一つ右側糸をかけて、裏山をこう手前に置けて向こう側をしたところ、ここで長編みを取って進めていこうと思います。まあこういう感じでちょっとずれたら可愛くなるかなと思うんですよね。どうかな。でずらして、まあこう斜めにずっとずらすか、また戻してとか、そういうのでもだいぶ雰囲気も変わってくるんじゃないかなと思うんで、ちょっとこれで進めていこうと思います。糸をかけて長編みの頭に長編み、長編みのこの4も変わらないので自然とこのようにずっとしていくと、自然に最初だけ気をつけてずらしたら、あとは全部自然にずれていくと思うので、それで長編みしたら鎖編みを3個で、ここ取るときですよね。ここ取るときもこの前段の長編みの一つ右側っていう感じで糸をかけて裏山の手前に置けて、で長編みをここから始めて4個1、2、どうかな、これは3で4したら鎖編みを3個っていう感じで、これで何段かぐるぐる編んでいこうと思います。で何段編みましたっていう感じでお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで側面今までと同じ要領で編んできました。で一番最初のところをご説明で、1つずらすって言ってたんですけど、2つずらしましたね。なので鎖編み、まあこう1段目あったら、この2つ長編みの頭に長編み2つで、その横に2つ鎖編みの上に、なんていうかな長編み2つ入れてることになってます。これでなんかね、その1つだけだとここが大きくドーンって開く感じで、あんまりなんか雰囲気良くないかなと思ったのでちょっと変えました。でこの要領でずっと編んできて、まあ、ここの中心部分のところは鎖編み2つで立ち上がってるんですけど、まあ、長編みが5個入ってるように見えてるんですけど、これはねずっと統一されてるから、まあ、このまま進んできましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14段編んできてます。
で、ここで止めようと思っていて、まあ、これは中表なんですけど、なんかね、ちょっとね、このビニールネットケース、エレガートファスナーっていうの、これはちょっと入るかなと思って、ここでちょっと糸を出しといて、入れてみますね。入れてみたんですけど、なんかね、抹茶を今回作ったことで、本当はこういう予定だったんですけど、ちょっと幅があるし、まあこう、なんていうかな、この、なんていうかな、作り的に、ここから、ここから始まってる、ファスナーだと、まあこれでも、こう、中がこう入れたまま取り出せて、使いやすいかなと思ったんですけど、ここから始まるファスナーだったので、まあ、こう横に入ったらいいなと思って、ちょっと入れないかなとか思ったんですけど、まあ、横も結構伸びるんで、入ったんですよ。なので、こうやってね、入れてみて、お見せするんですけど。でね、ここでちょうど、ファスナーのところに来ている高さで留めてます。編んでるところは。これでね、結構横伸びるんですよ。こんな感じ。めっちゃぴったりだなぁと思って。これでね、底編んだみたいな感じで、往復編みで何段か編んで、持ち手をつけたら可愛いかなぁと思って。で、ファスナーは、まあ、ここまで開いてるので、このまんま、こうやって、いろいろものもしっかり入るかなぁと思って。ここで持ち手をつけていこうと思います。まあ、とりあえず何段か細編みを編んでいこうと思うんですけど、往復編みで。ちょっとね、また取り出して、で、また、針を戻して、で、ここで立ち上がり、これで、引き抜いて、立ち上がりを一つして、で、根元から、同じ方向に一つずつ細編み編んでいこうと思います。ここは一つ目ということでマーカーをつけて進めていきます。で、長編みの頭、鎖編み3個入っているところは3個、この一つずつ細編み編んでいきますね。フレームを手前に置けて、で、一つずつ編んでいこうと思います。裏山を避けて、細編み。裏山を避けて細編みで長編みのところは長編みの春分全部一つずつ細編み編んでいきます。でレッド一周このマーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで一周同じように細編み一つずつ編んできました。で2つ一番最後に長編み入っているので細編み2つこの頭に入れて、で表を見て引き抜くので輪を大きく出して、最初のマーカーのところ、最初の細編みの頭を裏から刺して、で、輪をかけて、引き抜きして、立ち上がりを一つして、一番最後の細編みの頭を裏から刺して、こういう感じで往復編みで何段間でいきます。で、ここは一つ目ということで、またマーカーをつけて、で、往復編みで何段間でいきます。で、何段編みましたっていう感じでお伝えして進めていきます。こんな感じで往復編みで3段編んできてました。で、表を見て引き抜くので輪を大きく出して、またすっきり見せていこうと思います。最初の細編みの頭に裏から刺して、引き抜き、立ち上がりを一つして、一番最後の細編みの頭を裏からまた刺して、で、ここからこのように進んでいきます。で、いつもと同じように持ち手をつけていこうと思っていて、で、この一周が今回は98目ありました。それを2分割にしたら、この片面が49目。で、49目をさらに3分割にしたら、16、17、16。で、割り切れないのを真ん中に持ってきて17になってます。で、まあ、そのまま進めていこうと思います。これが一つ目っていうことで、細編み一つ目の頭にマーカーつけて、1、2、3っていう感じで、今回16なので16細編み編んでいきます。はい、こんな感じで16個も編み編んできたら、いつもと同じように1、2、3っていう感じで鎖編みで持ち手の長さを決めていきます。はい、今回は、60目の鎖編みで決めていこうと思います。で、この間は今回17開けるので、入ってないところから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、1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 8、9、
11、12、13、14、15、16、17、18個目、ここに細編みでつなぎます。でここはまた1つ目ということで1、2、3っていう感じ、16細編みを同じように編んでいきます。はい、こんな感じで反対側も16細編み編んできたら、このセットがこの半分の中で入っているか確認して、入ってるので16細編みで17開けて60鎖編み、16最後までこちらも同じように編んでいきます。はい、こんな感じでこちらも同じように編んできて持ち手がつけてこれました。で裏を見て引き抜くので、最初の細編みの頭に針を入れて引き抜き、立ち上がりを1つして、一番最後の細編みの頭をまた裏から取って、でここからまた同じように1つ目っていうことで細編みをしたら、マーカーを付け替えて進めていこうと思います。1つ目の細編みの頭にマーカーを付け替えて、1つずつまた細編みをこの持ち手抜き山で編んでいきます。はい、こんな感じで持ち手抜き山を同じように編んできて、で一番端の細編みの1つ手前、ここをこのように取って一番端を飛ばして鎖編みの1つ目、裏山を手前に避けて、向こうをしたら2本かかっているところ、ここでこう引き出してきて3本一度に引き抜いて、いつもと同じように仕上げていこうと思います。で2目1つにしたところマーカーをつけて、次の段編むときはここのマーカーをつけたところを一番端っていう感じでマーカーを飛ばして2目1つにして縮めていくって感じですね。それで何段か今回も編んでいこうと思います。で裏山を、まあ、鎖編みのところをずっとこういう風に1つずつ細編みを取って、また同じように仕上げていきます。それで裏山を取って細編みで、このマーカーつけたところあと3点同じところが来るので、まあ、ぐるっと大深みで何段か編んでいきます。で鎖編みの上何段編みましたっていう感じをお伝えして進めていきます。はい、こんな感じで大深みで鎖編みの上2段編んできてました。で2段目も2目1つにして、ここは引き締めて編んできました。で一番最後の細編みして、で糸が出ているので裏を見て引き抜くので、手前から向こうに最初の細編みの頭に針を入れて引き抜き、で立ち上がりをせずに一番最後の細編みの頭を裏から刺して、でここから一つずつ引き抜き編みをして仕上げていこうと思います。まあ、中表で編んでたんですけど、表を見て引き抜き編みをしていきます。でここは一つ目っていうことでマーカーをつけて、で一つに対して一つ引き抜き、針を入れて引き抜き、でここは引き締めて2目1つにしてきたんですけど、1つずつ引き抜きをしていきます。ぐるっと1周マーカーの手前まで同じように編んでいきます。はい、こんな感じで1周引き抜き編みをしてきました。で一番最後の目はせずに、ここで糸をカットして、でセット抜いて、で私はこの持ち手の中も引き抜き編みをしていくので、ここでまた4本で編んでいくので束ねて置いておきます。置いといて、で最初のこの引き抜きの目マーカーついてるところを下から上に取って、でこの針に糸を通して、いつもと同じように周りの目と同じぐらいの大きさを残して、目を残して糸始末していきます。目に残したらこちら側は裏なので、裏に返し返し糸始末していきます。こんな感じで何回かしたので、ここでギリギリで糸をカットします。でこの糸が残っているところも全部同じように糸始末していきますね。でこの置いてる糸を持って、中を持って出来上がりを見て、ちょっと上がったところ、いつもと同じように引き抜き編みを一周していきます。針を入れて、で裏に糸を当てて押さえ直して、糸をかけて引き出し、で次の目に針を入れて、で糸を1回巻き込んで引き抜き、これが1つ目ということでマーカーをつけてまた進めていきます。で次の目に針を入れて、針を入れたら次は巻き込まずに置いて引き抜いて、またここで止めて編んでいきます。で1つに対して1つずつ引き抜き編みをしていきます。こんな感じで最後のところまで引き抜きをしたら、ここの目が入っているところも針を入れて引き抜き、であとは1つに対して1つずつ引き抜き編みをしていきます。いつもと同じようにこの反対側も今と同じように
引き抜いてぐるっと一周マーカーの手前まで一つずつ引き抜き編みをしていきます。はい、こんな感じでぐるっと一周内側も引き抜きをしてきて、一番最後の目も針を入れて引き抜きをします。でここでまた糸をカットして、でスッと抜いて、で反対側も全く同じようにしていきたいので、また束ねて置いておきます。で置いておいたら、またこの引き抜きのところを下から上に取って、さっきと同じように針に糸を通して糸始末していきます。これで通して周りと同じぐらい目が残るようにして、こうやって、でまた裏にさっきと同じように糸始末していきます。で反対側も内側一周表を見て引き抜き編みをして仕上げていきます。糸始末も全部していきますね。はい、こんな感じでもう片方も内側一周引き抜いてきて、で表に返してきたのでサイズを測っていきます。まあ、マチはついてるんですけど、ペタンとした状態で測っていこうと思います。この中心部分でだいたい30センチぐらいになってます。で横幅も何点か測っていこうと思います。だいたいなんですけど30センチぐらい、伸びたり縮んだりなので 29.5 センチ、だいたい30センチぐらいですかね。で持ち手この中をいつものように測っていきます。こうやって測ると、まあこれもね、測り方が合ってるのか間違ってるのか分からないんですけど、35センチぐらいになってます。で持ち手の幅がだいたい2センチぐらいになってます。で糸はこのピンクと紫とブラウンはそれぞれ1玉ずつあれば十分作れるし、まあ、今回の糸では、でこちらのキラキラなレースヤングリッターホワイトは3玉使いました。というところも何か参考にしてみてください。まあ、全部100均のレース糸でいろんな色が売られているので、まあ、組み合わせでも十分楽しめると思うので、いろんな色を組み合わせて楽しんでみてください。こうやってこのままで使っても可愛く使えると思うし、これでね使う場合はこういうね巾着も買ってるんですけど、こちらはダイソーで、ちなみにこちらもダイソーかな、ダイソーで買ってるんですけど、これ2枚ついてるなこれとこれ、なんかグレーと白ですね、こういうの、これをまあ作った巾着とかでもいいですよね。まあ、中に入れてこんな感じで透けて見えるのも可愛いかなって、こんな感じに使ってもいいし、いろいろ小分けにして、たくさんこう巾着で小分けにして使ってもいいと思うし、まあ、さっきご紹介したこちらをもう一回入れてみようと思います。こんな感じで入れてみました。可愛いですよね。こんな感じで、ここでは手ではこう結構ちっちゃいものとかも落ちないし、まあすごく安心して使えるかなと思います。こんな感じで何か参考になればと思います。いろんな色でいろんな形で編んでみてください。今回も最後まで見てくださりありがとうございます。